はい、どうもー。おい、ちょっとあれ暗い。はい、手の少しご飯の時間ですよ。あれです。いやー、今日もいろんなのあります。いろんなのというかあります。あれです。まず天才焼きそば、天才セット、天才セット、持ち帰りレンジ、電子レンジでチンバージョン、湯気。こっちの方がね、すが、まあこれ何回もやってるからもう一回説明しますけど、出来焼きたてすぐよりもこっちの方が、今日こちら中学校の時の剣道部の顧問の先生からいただいた鹿児島の茶のやつでございます。先生好きです。ありがとうございます。ちょっと待ってください。いい香り。よっしゃ、うわー、いいね。ああ、そうだった。メッセージ送りますね。炭酸つけてます。メッセージ送りますね。ああ、いいから。ああ、おいしい。よっしゃ、いきますよ。はい、乾杯、乾杯、乾杯です。ちょうどいい。あー、いいね。チラン茶の焼酎、非常にいいんですよ。非常にいいの。最高。最高。いただきます。うん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 、おいしい。あーあかん。香りはむしろソースの香りね、焼きたてよりも馴染ませたくさん、その後のチン、こっちの方が香りは立つんですよ。ごめんなさい。確かにこれがいいっていうのも分かる。これもいい。いろんなね、楽しみ方があります。あっかい。うん。あっかい。あっかい。あっかい。うん。天才焼きそばにはいろんな楽しみ方があります。うん、やっぱりもいいわ。うん、確かにチンもいい。わかるよ。お願いします。ありがとうございます。確かにこれもいい。僕は何もしない、あっためないまんまのが好き。一番好みだけど、これもいい。ありがとうございます。いやー、最高。うん、ああ最高。うん、マイコ。で、今見ていただいて、
違和感なく食べれてると思う、分かると思うんですけど、上から順番、上から順番取っていけば食べやすいに下になります。こうやって下からこうやってやろうとするとあれですよ、上から順番、上から順番取ってください。さすれば、あっちいけど美味しい、あっちいけど美味しいです。やっぱ焼きそばいいよ、うん、やっぱ焼きそばいい。ああ、まだありますか。ああ、こっからです。ちょっと待ってください。もう焼けたでしょ。いいでしょういいでしょういいでしょう、こうです。うわごめんなさい。うわいい香り、いい香りです。めちゃめちゃいい香りです。こうです。分かりづらいでしょうけども、ありがとうございます。最高です。そうだし、スミリワさんからいただきました。改めまして、おー、いいね。あー、いいな。あっちい。やっぱ魚だね、うん、日本人はやっぱ魚ですよ。魚の皮好きなんですね、僕は。おいしい。なんといいな。なんて魚だろ、これ。名前聞いたけど忘れちゃった。クロムツ？違います？
6つ違います、わかんないです、性格の名、性格っていうか名前わかんない、教えてもらったけど忘れちゃった。魚好きですから僕は。今日は目はやめよう、ちゃんと火が通ってない、焦っちゃったもんで、焦っちゃったもんで、いいね。カニもそうですけど、こういうね、チンジで食べるっていうか、この集中せんでいかんやつはどうしてもね、口数が減っちゃうんですけど、わあ、かわいい、うん、こんがり焼けたかわいい、最高、うん、最高、うん、ごめんなさいね、ごめんなさい、贅沢です、贅沢な食事をしてます、釣りも行きたいな、釣りもしたい、見て釣り大変なんだけどね、お金もかかるし、あと早起きせんでかからな、そういうイメージですね、釣りは。僕なんかもそうしてたな、4時とかに集合してた気がするんだ。まあ釣りに行く場所によるか、もちろん近くに住んでる人はみんな早く起きなくてもいいから、最高、最高でした。ああ、見て、ああ、落ちちゃった。贅沢でしたね。
スミリバさんからいただいたムツかクロムツか分かんない、違うかもしんない魚、天才焼きそばの天才セット、レンジでチンするバージョン、今日もとても美味しかったです。ごちそうさまでした。頑張っちゃうの。